疲れ様でした。あの喜びの声をお聞かせください。そうですね、あのメダルを取ることはできたんですけど、ちょっとパリの出場枠はちょっと獲得できてなかったので、ちょっと悔しい部分があるんですけど、しっかり世界と戦えたのですごい自信になったかなと思います。ただパリがちょっと近づく結果にはなったんじゃないですか。そうですね、これでポイントがたまると思うので、しっかり、まあ、最後の最終選考日本パラがあるのはしっかりそこに向けて頑張りたいと思っています。改めてこの神戸すごい歓声でしたね。どうでしたか。そうですね、すごい縁のある、私自身もこれ自己ベストを出すことができた競技場だったので、すごい巡り合わせがいいという感じだったので、しっかりいいパフォーマンスを出そうと思って走りました。どうでしょう、このレース楽しかったですか。どうでしたか。いや、もう緊張でいっぱいでしたね。でもまさかメダル取れると思わなかったので、まあ、そこは素直に嬉しいです。ただ日本勢も3人、あの同世代の3人が一緒に走りました、ね。赤井選手と岩田選手は私の2つ下なんで、私だけちょっと 2つ上なんですよね。まあ、そういう意味では、まあ、良かったかなと思ってます。まあ、改めて今後に向けて意気込みをお願いします。そうですね、今日はブラニア選手に完敗だったので、9月はしっかり勝負できるように頑張りたいと思ってます。おめでとうございました。